ドームからお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対広島東洋カープの一戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ、朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。まずはジャイアンツの先発高橋が東京ドームのマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。さあ、今プレーボールがかかりました。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかっていうところが大事でしたね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。さて、バッターボックスの木村、どういったタイプのバッターでしょうか？まあ、右打席でも左打ちました。二岡アウト、ワンアウトです。さて、バッテリーはどう攻めてくるでしょうか？小宮山さん。まあそうですね、小技もありますから、セーフティーバントなんかも警戒しておきたいですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。初球打ち、ここは打ち上げています。取って2アウトです。打順は3番尾形、2アウトになっています。この回の高橋、早くも2アウト、まだ3球しか投げていません。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。初球は変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。これは当てただけになってしまった。ここはフライになっています。清水掴んで3アウトです。この回カープ三者凡退です。変わりまして、西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか？当然それは、ね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね、まあ、自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。カープマウンドに上がるのは先発の黒田。どんなピッチングを見せてくれるんでしょうか？バッターは清水。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球空振りです。さあ、2球目は何か。インドを見送っています。落ちるボール、空振りになります。ワンボールツーストライクです。打ちました。セカンド取った。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている二岡。まずはワンアウトを取っています。これが1球目。初球ストライク。ボールになります。低めストレート、ストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。大きく枠を外してきます。変化球空振り、ツーアウトになっています。打席には3番バッター高橋。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。
さん、バッターボックスの高橋、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況にもよりますが、基本的には早打ちはせず見ていくタイプで、ボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。そうですか。変化球ボールになります。これは一二塁間を破る。ツーアウトからランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁、打席には5番バッター松井。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球空振りです。変化球低めに持ってきましたがボールになります。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。アウトロー外れます。バッター、これはどうだ。ファウルになります。インサイド落ちました。これもファウル。ツーボールツーストライクです。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。最後はセンターフライ、掴んでスリーアウトです。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。2回になります。カープの攻撃、打順は4番金本。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0です。さあ小宮山さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。ただまだバッターも様子見しているところもありますからね。2巡目以降でどう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。速いボール、膝元決まってストライク。あっという間に2ストライクです。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。打席には5番バッター前田。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー高橋、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。これが初球。初球ボール。セカンドうまくさばいてアウト。ツーアウト。バッターボックスは6番新井。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。ありますね。はい、ノーボール2ストライクです。この球は外れています。三振になります。3アウトチェンジ。
この回カープが3人で攻撃を終えています。0対0同点です。2回裏に入ります。ジャイアンツの攻撃、打順は5番清原。ジャイアンツ0対0で迎える序盤の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。先制して主導権を握りたいですよね。そうですね。改めてお聞きします、バッターの清原、バッターとしてはどういう特徴がありますか？いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる楽しいバッターですね。そうですか。低め見送っています。これが4球目。いや、今のよく見ましたね。はい、ここは自信のあるバッターは狙っていくでしょうね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。変化球、空振り、ワンアウトです。バッターボックス、遠藤。プロがまずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、高め外れます。ボール先行です。インコースボール、ストライクが入りません。ここは1球見ました。野村、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている西。ツーアウトランナーありません。初球ボール、ここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、そうですか。さあ、3球目は何か。いや、今のよく見ましたね。さあ、4球目は何か。打ちました。木村、一塁アウト、スリーアウトです。この回ジャイアンツ三者凡退です。2回終わって0対0同点です。3回の表、7番から始まるカープの攻撃、野村打席に入ります。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0です。さあ、小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。そうですね、塁に出して余計な神経は使いたくないですからね。まず先頭バッターはしっかり抑えたいところですね。そうですよね。次が2球目、インサイド落ちました。ファウルになります。いい当たり、ショートの横抜けた。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。さあ、先制のランナーを一塁に背負います。バッターボックスには西山、そして一塁ランナーは野村。彼がランナーですし、盗塁を狙ってきてもおかしくないシチュエーションですね。さあ、ここはスタートを切らせるんでしょうか。こ
ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはバントを警戒する守備体制ですね。インサイド落ちました。ワンバンドヒットになりました。ジャイアンツピンチになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。先発の黒田がバッターボックスです。まあここは自分を助ける意味でもタイムリーを狙っていってほしいですね。そうですね。さあ一打先制という場面を迎えています。ここはバントの構えだけ。ここはゲッツーと送ってきた。左方向へ転がした。ピッチャー取った。一塁アウト。送りバント成功。ワンアウトランナー三塁二塁です。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。初球いいところに決まりました。内野はバックホーム体制ですね。とにかく得点は許さないつもりですね。そのようです。次が3球目。外高め決まってストライク。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。ここまで来たらもう三振狙いですね。そうですね。インサイド打った。一塁アウト。ランナーは変わらず三塁二塁です。さあそして打席には東出が入っています。さあ2アウトながらピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど。そうですね。バーッと当ててしまいました。デッドボール。完全にすっぽ抜けです。さあそしてバッターボックスには尾形が入ります。気をつけたいバッターですね。さあなおもピンチの場面で満塁となっています。まあ、相手に続かれてしまってますんで、ここで切り替えて何とかしてほしいですね。なるほど。そうですよね。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。ズバッと決まりました。ここはあっという間に追い込んでいます。変化球打った。センター前へ抜けていく。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーホームイン。タッチはアウト。スリーアウトです。しかしこの回カープ見事な攻撃でした。1対0カープ先制です。中盤の攻撃です。西さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。まだ1点差ですからね。この回でしょうね。そうですね。2球目は何で来るか。インコース決まった。1球目の変化球は決まりません。次が4球目。スライダー決まりました。2ボール2ストライクです。これが5球目。インサイド右中間へ打球伸びる。センター掴んでワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の高橋がバッターボックスです。まあ、ピッチャーといえども塁に出ようという意欲は見せてほしいですね。そうですね。初球ボール。
今のはボールになります。ボール先行です。3球目は何で来るか。外への変化球は決まりません。ストライクが入りません。4球目は何で来るか。ここは1球見ました。いいまっすぐですね。はい、フルカウントになっています。これが6球目。ファウルになります。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター清水、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。緩いボール決まっています。よくコントロールされています。これが2球目。まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、ノーボールツーストライク。これが3球目。打ちました。これはどうだ。センターに抜けました。ツーアウトからランナー出ました。ジャイアンツです。ツーアウトランナー一塁。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。バッターボックスには2番新岡、ヒットでランナーを一塁に置いています。これは豪快に振ってきました。スピードボールを持っています。ここも空振り。まあ、牽制のうまいピッチャーですからランナーは要注意ですね。そうですね。外野は下がってます。見逃して三振になります。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがジャイアンツ得点には至りませんでした。3回終わって1対0、1点リードはカープです。回は4回の表、カープの攻撃。バッターボックスは4番金本。ジャイアンツ1点ビハインドとなっています。さあ初球は何か。初球ボール、変化球が決まりました。まあ、ここはバッター甘いボールを待っているはずですね。はい、胸元へ決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。チェンジアップは入りません。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは5番前田。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。高橋、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打順は6番新井。ツーアウトになっています。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。自由自在のピッチングを見せます。あっという間に2ストライクです。低めの変化球は外れました。変化球空振り、3アウトチェンジ。ご案内いたします。
この回カープ3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはカープです。ジャイアンツ4回裏の攻撃になります。バッターは高橋、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ジャイアンツ1点ビハインドで迎える中盤の攻撃です。初球空振りです。変化球タイミング合いません。ノーボール2ストライクです。低め、落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。変化球空振り、ワンアウトです。これで5個目の三振を奪われました。バッターボックス松井、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。黒田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、変化球タイミング合いません。さあ3球目は何か、低め、これは決まった。ワンボールツーストライクです。これが4球目、打った、ライトバックバックバックする、フェンス直撃、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや、それにしてもうまく引っ張りましたね。打席には5番バッター清原、ヒットでランナーを一塁に置いています。まずはインコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。中途半端なバッティングで閉鎖するのだけは避けたいですね。なるほど、そうですね。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストライクが入りません。ファウルになります。次のボールは見ていくタイプと狙っていくタイプに分かれますね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば。レフトセンター見送った。逆転のツーランホームランです。試合をひっくり返す大きな一発となりました。逆転に成功しました。この回のジャイアンツ。2対1になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今のバッティングご覧いただきましょう。ナイスバッティングですね。ここで逆転に成功しています。バッターボックスには6番、江藤。ジャイアンツ、ホームランで逆転しています。西さん、先ほどはいい形で得点が入りましたね。これでゲームが面白くなってきましたね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。いい球ですね。さあ2球目は何か。低めきました。ノーボール2ストライク。ファウルになります。変化球外れました。いや、よく見ましたね。素晴らしい選球眼ですね。またファウル。変化球空振り。2
2アウトになっています。バッターボックスには7番西、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトランナーありません。初球は何で来るか。最初は変化球できました。高めのボール、弾き返した打球は左中間へ。金本抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツ貴重な得点でリードしました。4回終了2対1、ジャイアンツが逆転しました。7番バッター野村、ここはさっき打たれたチェンジアップの使い方にも注意したいですね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。初球ボール、次が2球目、緩いボール決まりました。次が3球目、緩いボールを持ってきました。変化球空振り、ツーボールツーストライクです。変化球が低めに外れます。スリーボールツーストライク、打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。打席には1番バッター西山、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球大きく外れています。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど。さあどう来るか。打ちました、ヒットになった。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックスには代打のロペス。小宮山さん、このピンチは抑えなければなりませんよね。まあ、そうですね、同点にされるわけにはいきませんから。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。ボール先行です。インコースまっすぐ、まあ、こうやってね内を見せられるとね、まあ、バッターは外に踏み込みにくいですからね。際どいが、あっとフォアボールです。小宮山さん、やはり警戒心が強かったということでしょうかね。もったいないですね。さあここでカープ代走を送ります。ファーストランナーは広瀬、長打で。さあそして打席には木村入っています。嫌なところで回ってきましたね。さあ同点のランナーを得点圏に背負います。ここは絶対に打たれるわけにはいきませんから、全力で抑えに行ってほしいですね。なるほど。そうですね。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。さあ追い込みました、まあ、次はボールになってもいいくらいの気持ちで、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたいですね。空振り三振、ここは投げ勝ちました。2アウトになっています。
いや非常にいい組み立てでしたね、まあ、まだ気は抜けませんからこのまま点をやらずに切り抜けたいですね、うん、そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには2番の東出が入っています。外の球飛びついて掴んだ、一塁アウト、これで3アウト、試合終了。見事1点差を守りきりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。小宮山さん、なんとか継投で逃げ切りました。継投見事でした。そうですね、まあ、戦い方とすると、まあ、こういう形でというそういう展開になりましたよね。そのあたり監督の采配もズバリはまりました。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のカープですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで東京ドームから失礼いたします。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どうぞお忘れ物、落とし物のないようもう一度お手回り品をお確かめの上、足元に気をつけてお帰りくださいませ。